こういういいピッチャーがっていうのはなかなかこうチャンスっていうのがね、はい、そして変化球で仕留めました。やっぱ手の振りがいいんで、ある程度こうまっすぐ、やっぱりまっすぐっていう形でいってね、今みたいなとこから落ちると、はい、やっぱりちょっと当てるっていうかね、難しいですよね、そこから落とされたら。さあ、ワンボールツーストライク。昨日超特大のホームランを打っている中田翔、しかしストレートで攻めてきた東、手が出ませんでした。4回ジャイアンツ無得点です。お互いのピッチャー、はい、三振です。追い込んで今のボールもどうですか。やっぱり左バッターにとってはもう嫌なボールですよね、はい、チェンジアップですね。チェンジアップちょっと挟んでますもんね、あのチェンジアップもツーシームも投げる東です。ちょっと挟んで、あれです。8月は試合前時点で3割1分3厘。あ、ここは外の変化球バット回りました。この前にジャイアンツとしてはもう1点加えたい。ただここは空振りの三振に打ち取られました坂本です。東のボールのキレ、ね、今のシュート気味ね、しかも高さもいいしね、ストレート151キロ、空振り三振です。戸柱の構えたミットとは少し高め、逆の方向に行きましたが、その大谷に負けないそんな打球を1番でのスタメン出場。見逃しの三振。プリンスは1打席目、2打席目ともに三振です。ストレートでいった、見逃し三振。ガッツポーズ、ああ表情が変わりました今永です。どうだと言わんばかりの今永。いや、谷繁さん、最後ストレートでいきましたね。はい、最後ね、まあ、これが、まあ、今永の、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、メンタルの強さですよ。今度はストレート、今日一番マウンドで吠えました、自身最多15個目の三振、今永です。バッティングすればいいと思いますよ、はい、最後は空振りの三振でしたが、ワンアウト満塁です。あっと、三振、三球勝負できました。0対0のまま9回の裏まで来ました。ちょっと無駄な距離かなって感じがするんですよね、はい、引っ張った、三塁
センファウル。ストレート空振り三振。ここは伊勢渾身のストレート、中田空振り三振。さあ試合は0対0のまま延長戦突入です。一番を打ち続ける理由がこの辺りにあるかもしれませんね。と言いますと、まあ、出塁率とそれから1番でも十分チャンスがあるんだよというね、はい、打球は落ちそうだ。一塁ランナーは二塁を蹴って三塁へ。佐野は一塁を回ったところでストップ。下位打線で作ったチャンスを1番がしっかりとチャンスを広げて、ワンアウトランナー三塁一塁。大城とついていきますが、丸の打球はこれはレフトどうか、取っています。そして一塁もアウトだ。ゲッツーにはゲッツーでという、今度は DeNA の守り。今の佐野のプレーいかがですか。いや、よくやっぱりランナーを見てますよね、取った時にね、はいはい、これももうギリギリ、まあ、滑ってね、取ったあの、取ったわけですから、ここで、はい、そして飛び出していたブリンソン戻れませんでした。これがセンターに抜ける。全試合でヒットを打ってきた宮崎、貴重なタイムリーヒットになりました。これで2対0。4番セカンド牧。三遊間を抜けていきました宮崎。これで開幕から14試合連続ヒットです。この二遊間の、まあ、それとの違いというか難しさが対応できるかどうかですね。そうですね、だからね、こういう風になるっていうのをね、あの想定してセカンドやっぱこうね、詰まった。センターの前に落ちました。同点のランナー出ました。今日初ヒット宮崎。積極的に行こうというね、そんな結果がこの数字です。反対方向、サード宮崎よく取った。一塁送ってワンアウト。宮崎の好プレーが飛び出しました。今のサードの守備は、いや、これはもう、東の投球ですよ。東の投球が本当に隙のないテンポよく、そして追い込んで、俺のところに来いよってぐらいのね、集中力を持って対応してますよね、野手は。今の抜けますと、もう長打になるという打球を。一番嫌なところなんですよ。一番嫌なところ、嫌なところ、アンツーカーからね、飛び出てくるね、打球ってね。ツーアウトとなって3番の中田、初球から打っていって取ったか、取りました。ファインプレーになりました関根。1番の佐野、そして校長、あっと初球を打って、これもライト前へ。見事な先制タイムリーヒットになりました。あっという間のこの回の先制劇。積極的に来てますか。そうですよね、まあ、校長っていうのもあると思うんですけど、はい、ある程度予測をした中でね、思いっきりこう振り抜いてますよね。予測ですか。おっと、この当たりは
大きな当たりが秋広が、あっと見送ってそのままスタンドに届きました。2番の関根、現在セリーグの打率ランキング2位、好調な打線のその象徴の一人の先制の一発が出ました。ベイスターズ、まず関根の1本目、1対0。お話を伺うと突如と言いましょうか、この1本が出ましたが、やはりこの好調ぶりが出てますね。そうですね、まあ、昨日あたりはね、やっぱり東郷っていうのは、両サイドいろいろ投げながら、やっぱりフォークというね、打った痛烈な打球がブルーに染まるレフトスタンドに入りました。拳を握りしめてダイヤモンドを一周します。これが4番、ベイスターズの4番、牧秀悟、ダイヤモンドを一周、延長12回の表、均衡を破るホームランが出ました。4番の牧、今日はホームランが出ていなかった、当たりが止まっていた牧。さあ4番の牧、そして山崎、2019年の侍ジャパン大学日本代表、打った、振り抜いた、打球は高く上がってスタンドに届きました。2試合連続、今シーズン第20号、ルーキーイヤーから3年連続の20本到達、これがベイスターズの4番牧です。簡単には行かせない、1点を返しました。引っ張った打球はレフトへ、もう見送っている、牧の逆転ツーランホームラン。中川打たれた、浜の4番、浜の主砲、牧の逆転ツーランホームラン。中川の勝ち投手の権利が消えました。これで反対に東の勝ち投手の権利が発生しました。中畑さん、これが一発の怖さ、野球の怖さ、すごい試合だね。この試合の流れっていうのは掴めない。中川交代です。8回の裏、長野が勝ち越しのホームランを打てば、一方で9回は牧の逆転ツーランホームラン、横川の勝ち投手の権利が消えて東に勝ち投手の権利が入りました、はい、泣いています、目に涙を溜めています。その涙がこぼれないように天を見上げた東。東も泣いてますけど、中川も泣いてます。牧のインコース、看板直撃ですか。一球の怖さ、一発の怖さ、野球の怖さ、まざまざと見せつけられた、そんな一発でしたね。本当に最後の最後まで野球は分からない、牧のこのホームラン、バッティングは中田さん、どう見ますか。完璧ですよ、完璧。これで何か注文作るようなことは内容一つもありませんよ。何の迷いもなく一振りで決めたというね。このガッツポーズ、あー雄たけび、そしてベンチでは涙する、そんな瞬間。一方打たれた中川、一度は手にした勝ち投手の権利が消えた横川、そして東の好投に奮起した浜の主砲牧。